皆さん、こんにちは。今回なんですけれども、戦術論ということでですね、ボランチ、アンカーの動き、このあたりについてお話ししていきたいと思っています。はい、というわけでね、今回ね、アンカーについてお話ししていきたいんですけれども、早速ですね、今回フォーカスしたい選手をですね、挙げさせてください。はい、デヨングですね。はい、デヨングね、ちょっと今、負傷離脱してから、バルサでそろそろその不在感というか、彼がいないことによる、弊害だったりとかね、彼がいないことによって、寂しい気持ちがね、バルサニスタの方々はね、すごく出てきているのかなという気がするんですけれども、今回はその、デヨングが、バルサと、そして彼が非常にこう、ビッグクラブのね、関心を引きつけた、ブレイクした、アヤックスでのプレー、特に昨シーズンですね、そのあたりにフォーカスを当てながら、今、バルサではインサイドハーフでプレーするデヨングが、ボランチだったりとか、あるいはアンカーで入った時みたいなですね、話をね、していきたいと思います。でデヨングなんですけれども、バルサではね、インサイドハーフに入ることが多いです。で、特にその右のインサイドハーフに入ることが多いんですけれども、これはね、ちょっとどっちかっていうとデヨングの特徴とか適性を生かしているというよりかは、バルサのね、チーム事情だったりとか、台所事情で、メッシをね、活かせる選手、メッシがボールを持った時に、オフザボールの動きだったり、で、メッシを活かせる選手がちょっと今のバルサのメンバーの中にあんまりいないので、そこにこう非常にこうね、戦術理解度の高い、デヨングをはめて、右のインサイドハーフに、はめて、メッシの、特徴をね、活かすと、彼のポテンシャルを引き出すための、動きをね、デヨングに任せているといったところがね、大きいのではないかなと思います。ただですね、やっぱりデヨングは、アヤックス時代のですね、彼が非常にこう、ブレイクしたというか、ヨーロッパ中の、アヤックスがね、ブレイクしていく中で、そのデヨング自身もですね、そのプレーでね、相手の、守備網を切り裂いていくというか、プレス網をね、剥がしていくっていう役割をアヤックスで、になっていたんですけれども、そのアヤックスにいた時は基本的にはダブルボランチ。あの時のアヤックスも結構その変則的な、システムでしたけれども、4-2-3-1、あるいは、4-2-1-3という形で、実質的にね、トップ下のファンデベイクはもうフォートップに、なるような形で、最前線に組み込まれるとか、非常にこうフリーロールで、自由に動いていましたから、中盤のところでの、返し取り役だったりとか、守備のところでの潰しっていうのは、実質的にデヨングと、シエネ、ダブルボランチのこの二人が、やっていたというね、ところであります。で、このチャンネルではね、以前ね、そういった話もね、していたりもしたんですけれども、あの時の、デヨングがね、あれだけこう、ボランチで、ビルドアップで、クロスロールとかデヨングロールで、3枚ビルドアップで、引いてきて、ボール、球出しのところで貢献したりとか、そういった動きをできたのは、やっぱりダブルボランチで組んでいたシエネの存在が非常に大きかったと思います。で、この手がすごくこう、相性が、コンビとして良かったっていうのがね、一個大きなポイントかなと思っていて、でシエネっていう選手はね、すごくこう、ベテランでも、ありますし、すごく周りをね、見ながら動ける選手でもあったので、それによって、デヨングが、自由に動けてですね、その相乗効果で、アヤックスもすごくこう、ビルドアップのところが、スムーズにいっていたかなと思います。で、その、デヨングが、特にその、なぜ彼が、すごいのかっていうところの話をね、ここからしていきたいんですけれども、特にアヤックス時代で、彼がボランチの一角にいるんですけれども、やっぱりその、ダウンスリーって、ね、言われる動きで、ボランチとかアンカーの選手が、中央のところにこう引いてきて、2枚のセンターバックと一緒にこうビルドアップしていくっていう形ですね。で、これによってね、両サイドが高い位置を取れるわけなんですけれども、これもね、でもすごく、うまいですし、あの時のアヤックスで言うと、デリフトとかね、ブライトとか、すごく球出しがうまい選手がいたっていうのもありますから、まず、これによってですね、3枚ビルドアップの形が、できていたと。で、もう一個ですね。で、ボランチの一角に入っていたデヨングが、この左のね、本来であれば左のサイドバックがいる位置。もうちょっと言うと、左のサイドバックと、センターバックの間ぐらいですね、のところに落ちてきて、2センターバックと一緒に、こう、ビルドアップしていくっていう形。があったんですけれども、特にこの形をやった時の、このデヨングのこのボールの運びっていうのはですね、本当に素晴らしかったですね。
で、それが本当に素晴らしくて、相手のね、プレスがなかなかそこに的を絞りきれないとか、プレスには行っているんだけれども、そのデヨングの、まあ、ドリブルのね、技術だったり、まあ、スピード、緩急だったりというので、こう剥がされてしまうっていうのがあって、あの時のアヤックスっていうのは、だから実質ね、本当後ろの3枚、2センターバックプラスデヨングで、ほとんど相手の、まあ、プレスもですね、相手の前線からのプレスっていうのをこう破壊していくっていうのがあったので、結果的にこう前線に、攻撃の時に人数を避けるようになっていて、ボールを前のところに運んだ時にはすでに人数が揃っていて、まあ、相手陣地でポゼッションするとか、まあ、ゴール前のところまで行ったら、流動的な動きでまた相手のマークをかく乱するとかっていうのが自然にできていた、というね、まあ、いい、今、好循環がね、生まれていたっていうのがあると思います。はい。ちょっとね、画面切り替わってますけども、ここから戦術盤を使いつつですね、まあ補足する形でですね、そのデヨングの動きだったりっていうのを説明していきたいと思います。で、僕ら赤がね、アヤックスだと思ってください。昨シーズンのアヤックスですね。で、まあこう、後ろからビルドアップしていくときに、まあデヨングが、ここにいるんですけども、一つが、先ほど言った、まあダウンスリーですね、アンカー落ち。で、まあこういった形で、3人でビルドアップしていく。で、両サイドロックから高い位置を取ると。で、この時に、やっぱりデヨングがここに入ってくることによって、まあ相手がね、こう2トップだったら、結構ね、デヨングがここを割っていく、ドリブルで割っていくっていうシーンもありますし、まあ3トップだった場合は、まあ本当にね、こう3人で連携しながらですね、ボールを運んでいくというところ。で、まあ特にこの3トップの時ですね、相手が。の時に、よくね、アヤックスがやっていたのは、これがね、これも先ほど申し上げましたけれども、デヨングがこのダウンスリーするのではなくて、ここに引いてくるっていうね、動きですね。で、これをやることによって、デヨングがここでボールを受けると、相手3トップなんですけれども、この間がね、結構空いてくるっていうことが多かったので、ここにデヨングがこうドリブルで入っていくんですね。で、デヨングの場合はすごく本当に賢い選手なので、相手のプレスがこうハマっているようであれば、こういったところで引いてボールを受けて、あえてですね、こうリスクを犯して、まあ非常にこう低い位置なんですけれども、こういったところでボールを受けて、このね、プレスに来させる距離を稼いで、こう来てる間にここをドリブルで割っていってしまう。で、これによってこう相手の第一ラインをね、こう剥がしていくみたいなことをね、あのデヨングは非常にこう、アヤックスでうまくやっていたら、良いと思います。今回ですね、そのデヨングについて話しましたけれども、まあそのバルサでのデヨングはって話をするとちょっとあまりにこう長くなってしまうので、それはまた次の機会、まあ別の機会に、話をしたいなと思っています。まあちょっとバルサで言うとまず、形がね、4-1-2-3 だったりとか、これもね、先ほど話しましたけど、デヨング基本的にここ、まあここって置かれることが、ここにはブスケッツがいるんで、で、来シーズンに向けてはね、ピアニッチも入ってきますし、そもそも与えられている役割が違うので、なかなか難しいところもあるんですけど、ここに入ると特にこれはかなりできないんですよね。これデヨングじゃなくても、右のインサイドハーフに入ってきて、こう下がってきて、3枚ビルドアップに参加すること、そうそうないっていうかやらないので、やっぱりやるんだったら、ここか、デヨング、あるいはここに最低入れてもらって、こういう動きを、しないと。で、その時には当然ね、僕はこのアンカーだしって呼んでる動きで、アンカーでぶつけてこう上がらないといけないですし、ただ今のセティエンの、まあ、選手起用とか、まあ、システムとかね、まあ、4-3-1 にやったりとか、この前だと3バックやったりとかね、してますけれども、あんまりこうインサイドハーフの選手をここに落とすっていうことを今のところ、まあ、やってないので、ちょっとデヨング、ちょっと僕は個人的にはもったいないなと思っているところがあって、ていうのはやっぱり後ろで作っていくっていうことの方が、僕はデヨングの特徴すごく出ると思うので、もちろんね、その相手陣地入って、まあ、攻撃のところでって言っても、すごく賢い選手なんでね、フリーランも上手いですし、クリエイティビティもありますし、アイデアも出てくるんですけれども、まあね、技術も高いですしね。で、ボールも奪われません。ただ、やっぱりこう、だからこそ、その後ろの作りのところでデヨングうまく使うっていうのが、僕たち個人的には、今後のバルサを見たときに、本当は必要なことなんじゃないかなと思っていたりもするので、まあ今回はちょっとそのデヨングの、まあアヤックス時代のね、話をしながら、デヨングの特徴と、なぜ彼がね、ここまでの選手になったっていうか、すごくヨーロッパで評価されている選手なのかというね、ところにも繋がる話だと思います。
で、まあ、これからまたデヨングがどうなっていくか、またバルサがどうなっていくかっていうのは、また別の話になると思うのでですね、そういったところを、まあ、見逃さずにというか、まあ、そういうところにちょっと焦点を当てつつ、まあ、またどうやって変化していくのかっていうのを見ていくと、まあ、いいんじゃないかなと思います。